どうも、なです。私はですね、今、那覇空港に来ております。それで、今日、関空から、来たわけで、明日ちょっとね、修行日ということでね、沖縄、那覇を、拠点にいろいろっていうか、単純ピストンなんですけどね、移動する予定でございます。それでもう夜なんで、10時ぐらいなんですけども、今からね、ダブルツリーバイヒルトン、こちらにちょっと泊まろうと思ってまして、とりあえずは今からね、モノレールで向かいたいと思います。ダブルツリー、来ました。お、めっちゃ近い。これはすげえ。はい、というわけでヒルトングループでございます。ダブルツリーは以前バンコクで泊まりましたね。こんな感じでクッキーのね、ウェルカムクッキーがあるんですけど、今妻がもらったって言ったんで、また部屋で食べましょうか。お、おしゃれ。すごい、ヒルトンすごい。11階の部屋らしいです。はい、12階まであって11階、いいですね。それでここはもう会員専用の一応ね、部屋となっているのでございます。こんなのが結構ね、いいホテルとかだったりするんですよね。会員専用のクロアか。はい、今回ここら辺1120。めちゃめちゃ、めちゃめちゃとは言わないんですけども、広いですね。でもビジネスホテルは日本の、お、いいんじゃないですか。こんな感じでクッキーも、まだ食べてないクッキー、あ、そう。それでこんな感じで、ヒルトンゴールドということで、チンスコーとかいろいろ手紙とかもあったり、嬉しいですね。これは何？ひげ剃りね。はい、お水もありますと。こんな感じとなりますと。おお、それで一応テレビとかもすごい薄くていいですね。ベッドもダブルでいいです。はい、こんな感じの部屋となっております。だいたいね、これでなんかセール価格で、公式サイトで1泊1万円ぐらいで確か取れました。はい、それでヒルトンゴールドは、ヒルトンオーナーズカード、三井住友が発行するゴールドカードを持っておけば、無条件で日本人であれば、カード再発行できれば、なることができるんで、非常にお得だと思います。年会費は8000円ぐらいでございます。SPG アメックスでもね、そのゴールド会になるっていうんです、あるんですけども、それは3万円して、今はもう朝食もつかなくなりましたから、このヒルトンゴールドは三井住友のやつは8000円で、朝食とかもダブルツリーとかでもつくんで、めちゃめちゃお得ですね。はい。一応、お、風呂もめちゃめちゃでかい。こんな感じで、ヒルトンもね、こんな感じ、確かアメニティもこういったのがなんかすごい記憶があります。これダブルツリーです。タイで泊まった時にと同じかな、ブランドは。はい、な感じでございます。というわけでここに2泊、修行する、修行で泊まるわけでございますけれども、修行で泊まるにしてはちょっといい部屋すぎるかなっていうふうに思うんですけど、妻も滞在しますので、何よりね、空港からもうすぐ来て、また明日も朝早いんですけども、すぐ行けるみたいな、いいところでございます。もうやっとね、今何時だ？今は22時17分ということで、今日はもう寝るだけかな。はい、こんな感じで、三品茶も買いました。夜ですけども、ちょっと旅行修行中ぐらいはちょっと、仕方ないかなみたいな。クッキー、ヒルトンの。いただきます。なんか来た時はあったかかったって言ってたんで、やっぱウェルカムクッキーということで、すぐ食べた方が良かったんでしょうね。今日は、本当に疲れたんで、早く寝ようかなっていうふうに思うんですけども、スーツケースについてお話ね、ちょっと軽く
しとこうと思うんですけども、これがね間違っちゃったやつなんですよ。でも全く同じなんですよ、これもう一緒のやつです、多分無印のやつで。いやだからこれね、本当はバスとかなんで、ここのね確認番号みたいなのがあるんですよ、関西空港のバスって。でもまあその人たちもまあこう一日一日すごいね量を確認してるわけですから、まあ確認って言ってもね、もうチケット渡したらはいって感じで渡しちゃう時も多分あると思うんですよ。だから今回はそのスタッフの人も気づかず、うちも気づかずみたいな。でもよくよく見るとなんかちょっとね、自分が持ってるやつも綺麗なんですよね、これ。うん、はい、というわけでそんな感じで、ね、ちょっと間違ってしまって、本当間違った方にはまあ申し訳ないという感じで、うん、まあでもこう2日後ねまた持ってったらあのいいということだったんで、とりあえずは良かったです。私の荷物もあの関西空港に今あるそうなんで、はい。まあなんでね、ちょっと今回かなり反省してます。これからはちょっとやっぱりね、皆さんももしこんなスーツケースでね、やっぱりまあシンプルイズザベストですよ、最近のトレンドはね。何もしないのが一番クールでかっこいいみたいな感じですけども、やっぱりなんかこうシールとかね、なんかこうステッカーとかなんかね、なんかこう引っ掛けなんかあったりとかね、自分の目印作ってた方がいいなっていうのは非常によく思いました。というわけでもうね、今日はあのシャワー浴びて、はい、寝たいと思います。とりあえず関空か那覇行くときはね、めっちゃテンション多分低かったと思うんですけど、あの遅延も可能性もあるわ、荷物も多分間違ってるわみたいな感じで思ってて、まあ、とりあえずね、今回はイレギュラーなことありつつも無事解決できそうでよかったです。はい、こんな感じでちょっとお風呂入ってね、バスタブもあっていいですね。それでさっきはちょっとスルーしたんですけども、なぜかマッサージチェアが、ね、あるっていう、ナショナルで、ね、パナソニックの、うん、なんであるのかなと思うんですけど、でもちょっとあったらいいですね。全部屋にあるか分かんないんですけども、ここのエグゼクティブフロアには無駄にあってて、こんな風にまあ悪くはないですけど、やっぱり人にやってもらった東南アジアとかでねマッサージしてもらう方がやっぱええですねまあでもあるだけちょっとありがたいかなみたいな、はい。というわけでもうそろそろ寝る時間になるんで、明日6時、多分7時20分一発目のフライトなんで、もう多分6時半起きでそのまま空港行くかなみたいな感じで、違う7時40分か、そうそうそう、なんですけども、朝食はねちょうど6時半からなんですけども、ちょっと今日明日は食べれないんで、明後日またレビューしようかなっていうふうに思っております。というわけで、あのもう寝たいと思います。はい、今回の結構ベッドは、ね、でかくていい感じでございます。まあそれでね、こんな風にパジャマが、パジャマ、うん、そう、こういつもあった ガウンとかね、おしゃれなやつなんですけど、ガウンだったらなかなかね、こう朝起きた裸になってるというか脱げてるみたいな感じがあるんで、こういうパジャマ形式のは正直僕からするとありがたいみたいな、これいいですね。はい、というわけで、じゃあ今日はゆっくり眠たいと思います。それでは、おっシルトに戻ってきたわけでございますけど、こんな感じで、ね、ウェルカムドリンクってゴールドだと思うんで、特典があってお酒とかももちろんありますけど、僕はコーラ1本レストランで頼みます。まあでもここレストラン自体すごい良くて、うん、ラウンジがないからこういう風なチケットが1枚くれるみたいな、まあよくある話ですけど、いいですね。でもダブルツリーでもヒルトンは、うん、なんかサービス上級会員に対して、上級会員でも別にカード作るだけですからね、クレジットが、うん、それでしてくれるのはめっちゃ正直いいですね。またここね、本当駅から近いんで、空港からまた来てもええなって全然思いますね。コスパいい。今朝ごはんを食べに来ております。まあ、こんな感じでちょっとまあ普通メニューはそんなに多くはないんですけどもね、かなり高級なものもあったりとか、チャンプルとか、あとはソーキー肉ですね、あったりとか、シークワーサーとかね、あったりします。それでめちゃめちゃ混んでます、ここのダブルツリーの朝ごはんを食べるところは。ただお昼とオーナーとか JTB の会員限定でなんか少なくなったら食べれる人がところがありまして、ここでちょっとまあ人は気持ち少ない、ここでまあゆっくり食べようかと思います。
無事チェックアウトすることができました。まあ、朝食もね良かったですし、あとね朝食ね、あのヒルトンというかダブルツリー、まあ、ヒルトン系列ね前から思ってたことがあるんですけども、上級会員だと別のねテーブルといいますか専用のテーブルをねこう案内、まあいいところですね、案内してくれることが多いので、まあ上級会員の人にとってはすごいね気持ちいい朝食をねいただくことができるんですよね。シラトンとか SPGK あとマリオットとかねあんまないんでね、別に上級会員だからとかそんなことはないんで、普通の席案内されることが多いんで、まあ、朝食の時にやっぱりこういいテーブル案内してくれるっていうのもちょっとポイント高いです。窓側の席だったり、あとはなんかこうね静かなところだったり、それ嬉しいですね。それ今回もチェックアウトするときに、まあ、アンケート答えたか分かんないですけどクッキーもらえたりとか、なかなか、うん、いいんじゃないですか。 Google だと4つ星評価 の、 あの、まあ、この那覇 の、 あのダブルツリーなんですけども、もう一つね、あの首里城の方にもダブルツリー、日本に多分その2つだけだと思うんですけどもあるんですよね。まあ、そこもちょっとここよりはアクセスは悪いんですけども、まあ、ちょっと気になるんで今度泊まってみようかなっていうふうに思います。まあ、これで2人で朝食付きで1泊1万円だったら全然安いと思います。めちゃめちゃ安い。まあ、レイトチェックアウトも多分16時までできるはずだね。まあ、今回私普通に昼のフライト乗るんでもう10時半ぐらいで今チェックアウトした感じなんですけども、とてもいい滞在でコスパは非常にいいんではないでしょうか。まあ、もしね那覇に来ることあればぜひとも皆さんねヒルトン三井住友のゴールドカード作ってゴールド会員になって、ヒルトンの公式サイトでこれ忘れないでください、エクスペディアとかで予約したら基本的に上級会員の特典というのは受けることができないことになっていますので、公式サイトで必ず予約してください。まあ、そしたらセール価格とかだと、あとね1泊1万円ぐらいで、もうちょっと多分普通週末とか絡むと多分2万円とかにもなってくると思うんですけどもね、それでもうレイトチェックアウト、あとは朝食無料の特典、あとはウェルカムドリンク、あと部屋もねいいとこが普通予約したところよりも、ね、選べたりと、今回はオンラインチェックインで私はねあそこの部屋多分選んだと思うんですけども、はい、とてもいいね満足の高い滞在を1泊1万だけでも、ね、しつこいな1泊1万でもそれぐらいねとても良かったと思います。というわけで、まあ、この動画が面白かった役に立ったという人ぜひとも高評価チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってますのでフォローとチェックしていただければ非常に嬉しいです。こんな感じで今回動画終わりたいと思います。まあ、最近はねちょっと、ね、SPG マリオット系多いんで、ちょっともうちょっとね他のヒルトンとかなんか、ね、そこら辺もいろいろ研究していきたいですね。それでは。